こんにちは。名工大物理工学科の渡辺芳美です。このビデオでは我々の研究室で行っている研究のうち鋳造アルミニウムの結晶竜微細化そしてその技術を 3D プリンターに応用した研究について説明いたします鋳造アルミニウム合金において頭軸消化結晶竜微細化は鋳造割れ防止製品の機械的特性や 表面処理の外観の改善などに必要です。工業的にはアルミチタンボロン系微細化剤が主に使用されており、微細化剤中のアルミ酸チタン粒子や TIB2 粒子が異質核・ヘテロ凝固核となり、等軸症化、微細化されています。アルミチタン微細化剤に繰り返し押し出し加工、E キャップ加工による巨大歪みを与えると、 アルミ酸チタン粒子が粉砕し、微細化剤中のヘテロ凝固化粒子の数密度がこのように増加します。これが元の組織写真です。アルミ酸ヘテロ凝固化粒子は、二次元的には繊維状に見えますが、三次元的には板状です。これに E キャップ加工を施すと、このように粉々に粉砕し、数密度が増加することがわかります。 E キャップ加工を施した微細化剤を添加し、純アルミの鋳造実験を行うと、添加量は同じでも微細化能が高まることがわかります。ここで、横軸は E キャップの回数で、ヘトロギオ骨格の数密度が高いほど微細化能が高いことがわかります。また、同時に硬さも向上しています。このように、より強度の高いアルミニウムを提供できるようになりました。 アルミ酸チタンヘトロ凝固核と比較しアルミニウムとの結晶格子のマッチングがより高い物質を選択すればより優れた微細化能を発揮することが期待できます。これを満たす候補物質として l 1 2構造化したアルミ酸チタン金属間化,化合物があります。この結晶構造は対称性が良いためどの面でも同じように高いヘトロ凝固核としての性能を示すことが期待されます。しかし、か 残念なことにこの金属間化合物はアルミニウムと平行には共存できません。ここで低温短時間で焼結が可能であるという放電プラズマ焼結、SPS4 の特徴に注目しましたガスアトマイズ法によってアルミニウムおよび L12 構造化したアルミ酸チタンを粉末化しこれらの混合粉末を低温短時間での放電プラズマ焼結により固化しました これにより、アルミニウムとは本来平行には存在できない L12 構造化したアルミ3チタンが分散した微細化剤の製造に成功しました。これが放電プラズマ焼結法、SPS 法によって製造した L12 構造化したアルミ2.7鉄0.3チタン粒子を含ませた微細化剤の組織写真です。 アルミ2.7鉄0.3地酸が反応することなく、アルミニウム母層の中に分散していることがわかります。この微細化材を使用して、アルミニウムの鋳造実験を行ってみましょう。微細化剤を添加していない鋳造アルミニウムのマクロ組織は、このように大きな結晶粒によって構成されています。これに対し、開発した L1-2 構造化したアルミ2.7 鉄0.3チタン粒子を含ませた微細化剤を添加して鋳造実験を行うとこのように画期的に結晶流が微細化しますアルミニウムと格子マッチングの高い l 1 − 2構造化したアルミ2 7鉄0 3チタン粒子がヘテロギ格として働いたからです。次に鋳物合金やダイキャスト合金に微細化剤を添加した時の問題点を考えてみましょう。 現在使用されている市販の微細化剤例えばアルミチタンボロン系の微細化剤はほぼ純アルミニウムの母層の中にアルミ酸チタンや TIB2 ヘテロ凝固核粒子が分散していますそのため微細化剤の添加により大なり小なり合金組成に変化が生じてしまいます大量に添加するとせっかく組織微細化による強度向上が生じても合金組成が薄まってしまい 逆に強度が下がるといった悪影響が現れる場合もありますそこで鋳造材と同じ素性の母装の微細化材究極的には母装のない異質核、ヘテルョコ核のみからなる微細化材が望まれますまた芋の合金の強度は結晶流よりもデンドライトアームの間隔、ダスや強小組織によって強く支配されていますが これらの組織微細化には効果がほとんどありませんそのため出すや狭小組織を微細化する改良剤の同時添加ができれば便利です加えて今以上の性能の高いヘトルギオ鼓膜の添加が望まれますそこで開発したのが特定の鋳物合金に特化した組織微細化剤です写真は AC4A 鋳物合金用の組織微細化剤です AC4A 鋳物合金の組成の母層の中にアルミ酸チタンヘテロ凝固核粒子と右の組織微細化剤においてはナトリウムフラックスも同時に分散させています。これは放電プラズマ消結では低温短時間で消結でき非平行な形の実現が可能という特徴を利用したものです。この組織微細化剤を添加した AC4A 芋の合金の組織をここに示します。左の写真は組織微細化剤未添加の AC4A 合金の組織です。これに AC4A アルミサンチタン組織微細化剤を添加した場合が中央 AC4A アルミサンチタンナトリウム組織微細化剤を添加した場合が右となります。 AC4A アルミ酸チタンナトリウム組織微細化剤を添加することによって、少々 α ア,アルミニウムと狭小組織の双方に対し微細化効果があることがわかります。このように AC4A の少々アルミニウム層及び狭小組織の双方に対し微細化作用を有する組織微細化剤が製造できました。 AC4A アルミ酸チタンナトリウム組織微細化剤を添加した AC4A 胃物合金の引っ張り試験の結果です。引っ張り強度、伸びともに約2倍に向上しています。このように、組織微細化によって高強度な胃物を提供できるようになりました。このように、鋳造においてヘテロ凝固核粒子、異質核粒子を添加すると、組織が微細化し、 中上層組織が等軸層組織に変化しますこの現象は金属系の積層造形法いわゆる 3D プリンティングにも適用可能です造形時に生じてしまう組織の素材化を抑制すると同時に等軸層の均一な消失による造形性の向上が期待できるのですそこでこれからヘゼル凝固化粒子の転換によりチタン合金積層造形体の 内部空港形成を抑制した我々の研究について説明していきます。この写真は積層造形実験に用いた金属粉末で、左が従来チタン6アルミ4バナジウム粉末です。ガスアトマイズにより製造したものであり、流径は45マイクロメートルアンダーです。右の写真が本提案の粒子で、チタン 6アルミ4バナジウム粉末に粒径25から5マイクロメートルの TIC ヘゼロ凝固角粒子が0.3ボリュムパーセント添加されています次に TIC ヘゼロ凝固角粒子添加によるチタン6アルミ4バナジウム積層造形体の違いについて説明します上の段は TIC 無添加下の段は TIC ヘゼロ凝固角粒子を0.3添加ます 解析パーセント転化した時の写真です。造形する時のエネルギー密度は左から小中大となっています。このようにエネルギー密度が小さい場合、金属粉末の溶け残りが観察され、造形体はミルフィー友状となっています。このとき、tic 粒子を添加すると溶融層の連続性が高まり、また反りも小さくなっています。 他のエネルギー密度の条件で造形しても TIC 粒子を添加すると欠陥の発生が抑制されることがわかります。投入したエネルギー密度に対し、造形体の相対密度をプロットした結果をこの図に示します。図よりエネルギー密度の上昇に伴い相対密度は向上していることがわかります。また、 TIC ヘトロ凝固核粒子を添加した造形体において相対密度の向上が確認でき TIC ヘトロ凝固核粒子の添加により造形性が向上することが見出されました加えて同じ密度の造形体を製造するのに小さなエネルギー密度で製造が可能であることもわかりますこのように積層造形にヘトロ凝固理論を適用することにより 高造形性と高強度が実現できます。血管の位置、形状、サイズを確認するため、積層造形したチタン、6アルミ、4バナジウム資料を X 線 CT 装置にかけ、その結果を半透明 3D 画像にて示しています。これらの図では、大きめの血管は赤色で、小さい血管は青色にて色付けされています。 通常の金属粉末すなわち TIC ヘテロ凝固核粒子を添加しない粉末を用いて造形した資料には多くの血管が観察されまたその大きさも比較的大きいようです。これに対して TIC ヘテロ凝固核粒子を添加した金属粉末では血管の発生が抑制されていることがわかります。このような最先端な製造装置と解析装置で 我々は先端構造材料の研究開発を行っていますビデオで紹介した研究以外にも、いろいろな研究を行っています詳しくはホームページまでなお、共同研究、特に一緒にサポインを行える企業を探していますどうぞよろしくお願いいたします